哪儿来的雷啊？就是他们自己埋的，防潮卫衣用的。谁把自己给炸了？炸里了？这帮王八蛋有没有点脑子啊？自己埋的雷都能踩着，你问问他们，自己拉的屎吃不吃？你把话给我放下去，让他们罩子放亮点。父子龙已经把咱们盯上了，要是这次出岔子，老子的脑袋没了，谁的脑袋也没。跟他们说，一有情况立刻开枪给我打。那。 事儿呢？你先睡一觉。哎，不行。嗯，格律，你干嘛去啊？哎呀，我得去松本那儿看一看。你没听着外面爆炸声吗？现在外面乱得很，我要不去吧，睡不踏实。不许去。 我去就回啊！你先睡啊。明天去不可以吗？人家一个人害怕。明天，现在日本人的事我哪敢懈怠啊？这可是关系到咱们全家脑袋的事儿。连个完整觉都不能睡，还当什么大队长呢？宝贝儿，你先睡，我一会儿就回来啊。 是我，宋明教授。你还没休息呢。刚才我听到了爆炸声发生了什么事？是敌人在对我们进行骚扰，不过已经派人查探过了，敌人并没有进攻，所以呀，宋明教授，您请安心休息吧。你告诉加藤，既然保护不了我，不如送我回满洲国。放心，我回去之后保证不会说他半句不好。嗨，卑职一定转达。宋明教授，您请休息啊。 情况怎么样？哎呀，反正啊，鬼子是一宿没睡好。哎呀，贼疼了一夜啊，恨不得周边的蚂蚁窝都给翻遍了。那让他们啊，再把老鼠洞都给挖一遍吧。媳妇儿，你不是要杀公策吗？咋会又盯上松本喽？咱们是要杀公策，可是搂草打兔子，顺便也不让那个松本好过。咱们给他玩一招声东击西。 どうやって風俗の中に入っとるんだ。成果、町は人の出入りが多いので、確かに人一人調べてはいましたが、漏れが出ることは仕方がありません。うるせえ、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 うるせえ。やつは化け物か。足がねえとでもいいのか、目には見えねえとでもいいのか、こんな歴史的人間、こんな大きな人間が見つけられねえとでもいいのか。連日の捜査で町役をもう一度にしらみつぶしに刺しておりましたが、風俗はおるか、関係者の一人も見つかっておりません。 もしや奴ら何か他の方法で身を潜めているのでは。奴がどこに隠れていようが関係ねえ。やったす、おやったす、你明白吗？捜査拡大、直ちに奴を見つかる。死んではいかんすか。はい。加藤阁下。加藤阁下。啊！喂，加藤阁下。 我担心咱们中了父子龙的计呀，陈三，说说你的意见。最近这一段时间，父子龙一直持续不断地对松本教授进行骚扰。
属下觉得他的目的就是想让加藤阁下进行大规模的搜捕，咱们的兵力一分散，他就有了可乘之机了。哦，你的意思是富子龙使用的是调虎离山？对，但是请加藤阁下放心，松本教授在我的保护之下是非常安全的，富子龙只能在外面小打小闹，只要咱们按兵不动，他就一定找不到刺杀松本教授的机会。你的意见也有道理，看来我不能被富子龙牵着鼻子走。搜捕虽然要继续进行，但是重点还是保护松本教授。加藤阁下英明，属下就是这个意思。看看，次のことをしよう。この村の兵力はですね、やつに手薄と思わせるんだ。そしてやつがのこのこと入ってきたとき、我らはやつを捕まえろ。あんた！了解しました。全僧，你知道怎么做了？啊，属下明白，属下一定会让傅子龙以为我们的防备已经开始松懈了，好诱使他前来攻打。傅子龙不会这么容易上当的，要让傅子龙以为由于受到他的骚扰，我们做出了决定要秘密转移松本教授，这是他刺杀松本教授的一个好机会，我想他不会放过的。我一定要引出富子龙。嗯，加藤阁下英明啊。水煮鱼が食いたい。酸辣鱼が西湖醋鱼が西湖醋鱼。中国人にはどうしてあれだけの種類が作れる？一体どんな特色だというのだ。わからないとなるとますます食べたくなる。特色鮮魚。どうした？フーズロンに動きありません。フーズロンは警戒をしているな。かくなる上はいかがいたしますか？こうなったらこちらにも考えがあるっちゅうの。松本教授を動かせ。今回はこれを大きな罠に仕立てる。现在鬼子盘查的力度就越来越大了，要格外小心噻。你放心吧，爹，我一定会小心的。可是我还是不大明白啊，松本住在那地方呢，鬼子的兵越来越多，搞得跟铁桶阵一样，你为啥是老盯到那个地方？鬼子有鬼子的章程，我们有我们的打法。爹，你想想，咱们一支小小的分队，加藤却要调动大量的兵力去保护松本，时间越拖，对咱们来讲越有利。咱们拖得起，可是鬼子拖不起，所以我看他们很快就要有动作。可是你不是说要杀公贼吗？怎么咱们的人在他那边一点动静都没的？爹，这钓鱼的时候啊，只要把鱼饵扔下去，剩下要做的那就是什么都不做了。
宮沢閣下。宮沢閣下。宮沢閣下。閣下。宮沢閣下。宮沢閣下。宮沢閣下。どうかお許しください。本当の料理が食べたいだけなんだ。本当の料理が食べたいんだ。邪魔をしないでくれ。宮沢閣下、申し訳ありません。バカ野郎。謝って何の意味がある。そのような意味のない言葉を私の前では言わないでくれ。私は魚好きだ。毎日毎日刺身刺身刺身ばかり。刺身は料理か。中国人の作る魚が本当の美食なのだ。今から私は本当の美食を食べに行くんだ。すみません宮沢閣下、自身の安全のため我慢してください。もう何日も我慢しているんだ。あ、今奴らの暗殺目標松本だ。私は安全だ。こんな生活どれだけ私に我慢させるんだ。宮沢閣下、加藤司令官から厳しく言われています。安全が大事です。我慢してください。どけ。どかないと撃つぞ。宮沢閣下、自分は軍人です。軍人は命令を守らねばいかない。貴殿も皇軍のお一人ならばどうかご理解していただきたい。どかないつもりか。どの道こんな生活はもう耐えられない。貴様らの任務は私の保護だ。なら私の死で加藤に弁解してみろ。宮沢閣下、やめてください。魚を食わせるか、ここで死なせるか、三つ数えるぞ。すぐに答えを言え。宮沢閣下、すぐに加藤司令官に報告いたします。1。宮沢閣下、加藤司令官の命令が必要なんです。2。宮沢閣下。宋明教授，咱们马上就可以出发了。都搬了好几个地方，又有什么用？加藤玩这些花样，不如想想怎么把傅子龙给抓住。转移松本教授也是为了抓住傅子龙嘛。松本教授，车就在门外，请上车吧。没事，松本教授，肯定又是傅子龙的骚扰。我不走了，我不走了。加藤不肯送我回去，那就让福子郎来这里杀我好了。我死了，我看加藤怎么去交代。这下够你们忙一阵了，来。宋先生，不用害怕啊！咱们这么多部队，就算是傅子龙来了，他也打不进来啊！我受不了这样的日子了，你马上给加藤打电话，让他调动所有部队歼灭傅子龙。好好，我马上向加藤阁下汇报啊！来，请回房间。警戒！警戒！别动！八号の攻撃を受けたか？小規模の光線がありましたが、幸い八号が早く手を引いたので、こちらの被害は地雷による2名の死亡にとどまりました。ただ。
松本教授は死んでもここを離れないと言っています。松本のバカ野郎が天ばかり駆け上がって敵が撤退したとは限らん。風俗の罠があるんだぞ。松本動かせ。しかし松本教授はガンとして動かず、チェンクリーンもなすすべがないようです。俺が言って話をする。はまだできないのか。宮坂か、今しばらくお待ちを。フーズロンは神出鬼没なやつです。料亭もしっかり調べなければ。手落ちがあってはいけませんから。わかった。魚を食わせてもらえれば文句言わん。報告します。宮沢閣下、準備ができました。よし、やっとまた美食にありつけるぞ。ここ最近あまりにも我慢しすぎたからな。宮沢閣下、どうぞ。为什么不让吃饭？让我来先猜一下。水煮鱼，是水煮鱼的味道，对不对？哎呦，太君，您这鼻子比狗鼻子还灵啊！狗哪样了？哎，我先品尝品尝他的菜品，如果不合格，再惩罚他也不迟。好。哎，太君，您请慢用。宮坂君、お待ちを。おい、你先尝一下。我先吃？这有点不太合适吧，太君。哎，好，我吃，我吃。太君，您放心，我做的这道水煮鱼味道相当不错。我先替您尝尝。味道正好，不咸也不淡。太君，这鱼啊，在咱们当地来说，我这是最拿手的，也是绝活了。太君，我可是把最好的手艺都拿出来了。哎呦，请太君尝鱼。宮坂閣下、召し上がりになって。なんて懐かしい味なんだ。你还会做什么鱼？哟，太君，你这可算是问着了。我这打的招牌就是特色鲜鱼。这个做鱼呀，多了我不敢说，十几种鱼我都会做。你比方说什么红烧的、清蒸的、水煮的、油焖的、油炸的，黄花鱼、鲈鱼，我样样都会，样样都拿手。到厨房去，把你拿手的鱼全部做一道给我端上来，我要全部品尝一遍。啊，全部？哎呦，太君，这要全部都做上来，这就十几种鱼，这你能吃得下吗？这？你不要管那么多，只管去做。哎，好嘞。那太君，您稍等，我这就给您做鱼去。啊，您稍等。
来。哎，太监，鱼。这仗打得爽快，十几个鬼子，还有十几个伪军，就这么着被咱们连锅给端了。咱们的人连一个受伤的都没有。哎，连长，这炸药是怎么放进去的？怎么鬼子就没搜出来呢？石田还没死的时候啊，这个炸药就已经埋在地底下了。除非小鬼子他们掘地三尺，否则他们无论如何发现不了这个炸药。从陈克林那里得到宫泽爱吃鱼的这个情报之后，副连长就想到了这一招，在这个饭馆里。早就已经全部都是我们的人了，一直在里面照常做生意，就等着宫泽来上钩了。对，宫泽如果来吃鱼的话，日本人肯定会把其他人全都轰走，那么这饭馆里面就剩下日本人了。当然还有一个大厨也是我们的人，不过他在爆炸的时候会找一个借口离开。等这位同志安全撤离以后，我就点燃了导火索，然后砰。哎呀，我说嘞，你为啥子盯着公仔也不动手呢？原来你早就想好了计策了。现在就剩下一个松坂了，我无论如何要兑现我的承诺。我的先生回来，我打算的。松本教授，あなたはここにいれば、フーズロンは手を出すことはできません。しかし万が一を避けてですね、ここにやってもらうんですよ。私が我慢できないの。君は司令官として、奴に好き勝手にされることだ。松本教授、我々はフーズロンを倒すことを考えているんです。だから、あなたを動かすということは計画の一部なんです。君は二度と自分の無能の口実を探すな。言っとく。私はどこにも行かない。君は奴を殺そう。奴が私を殺そう。私は君の関係厚くて、何人の専門家が亡くなるか見届けてやる。大変です、大変です。宮沢教授が暗殺されました。なんだとこの野郎、バカ野郎。宮沢教授が魚を食べに行き、襲撃を受けすでに死亡しました。なんてこった。奴は一人で外に出たというのか。警護に当たっていた30人の兵士たちはどうした？30人すべて玉砕しました。フーズロン、どんな手を使ったというのだ。加藤阁下，眼下的当务之急是把松本教授安全的撤离才是上策呀。一定有人出卖了我们，一定有人，否则夫子了，不可能得到这么多的情报。千次郎，哎，你真的是中国军人，是不是你？不是不是，这加藤阁下绝对不是我。加藤太君，你这啥事儿啊？咱大队长对你忠心耿耿，他不可能背叛你。你要是怀疑他，那就你的不是了。你说我不对？那，咱中国啊有一句俗话，用人不疑，疑人不用。你日本人不懂这个。你再说下去，我的确不懂。你可不是咋的？你说大队长自打跟了你，鞍前马后的，死心塌地这么干，到后来你落啥呀？这让人寒心呢。
咱弟兄们以后还怎么跟你干了？是不是这个理儿？修得很好啊。哎，你看，哎，以后你也不必再给皇军做事了。王八犊子！这就是你待的修行，这就是你的，你们对我们的态度。嘉德阁下，嘉德阁下，哎，不。不是我们，我没有出卖皇军呢，我对皇军可是忠心耿耿啊，嘉德阁下。要不是你走漏风声，萧卷教授怎么会撤下？西田教授、宫泽教授怎么会撤下？嘉德阁下，宫泽教授在父子龙名单上的最后一个，你不是也是没料到他会这样吗？属下的职责是保护松本教授，加藤阁下，松本教授不是没事吗？哎，加藤阁下，这真的与我无关呐！表情を制しろ。以後常に司令官の方から置く。はい、はい、还有一个松本被杀的吗？松本不是被加藤已经接到鬼子大本营了吗？怕是一时半会儿啊杀不了。是啊，那个公贼死了之后啊，我就一直想咋个能杀掉松本这个老鬼子，一直没得想出办法来。你的办法多，你是咋想的？我的办法呢，就是不杀。啥子？哎，难道你还能放过他？他的双手沾满了我们中国人的血，我怎么能放过他？是啊。那你有啥子办法没得？爹，松本这条小命咱们不着急拿。他这个人脾气非常的暴躁，而且三个同伙全都死在了咱们的手上，所以他现在一定对加藤有诸多的不满。如果我们选择这个时候杀他的话，那他和加藤一定会团结一心，同仇敌忾。可咱们偏偏就按兵不动，就让这两个人朝夕相处。这两个人在一起时间长了，肯定会闹出很多的矛盾。咱们只要等到松本和加藤闹翻的那一天，他就会自投罗网。所以现在咱们就收拾东西，准备回家。要得。四人の教授のうち三人が殺された。俺はどうやってこんな報告を書けばいいって言うんだ。俺が中国に来たのは軍人としての栄光を得るためだ。奴らに翻弄されるためではない。まったくもっての恥さらしだ。司令官、松本教授はまた来ております。いないと言っておけ。しかし。いない、いない、いない。加藤、君は今私に会う度胸もなくなったか。松本教授、自分はちょっと仕事が忙しくて、あなたに会いたかったわけではありませんよ。君は自分のものの遊戯を探している。いいだろう。君は私を満州国へ返さないよ。私を日本へ返してくれ。松本教授、
あなたはここにいれば安全。あなたがここにいる限りはフーズロンは指一本触れることはできない。カート、私は君がクイズ、やった、宮沢に言ったことを覚えている。私は君の無能の犠牲になるのはごめんだ。私日本に返し、すぐだ。その要求は受けられない。あなたにはもう少しやってもらうことがあるんだ。もう少しの間ここでおとなしくしていてください。それからもう一つ、私は平山防衛地区の司令官であることを覚えておいてください。下がれ。無能、臆病者。私は軍部に君の全ての罪状を報告する。君は厳罰を受けるだろう。松本教授よ、誰が処分をすると言うんですか。陸軍内部のことでしように。貴様はここでおとなしくしてりゃいいんだよ。カト、私が君の魂胆を知らないとでも思っているのか。君は私を餌にして奴を釣り上げようと思っている。小泉、やってみやさい、彼らも餌だって。だが君の物のせいで餌で食われて逃げられた。私は最後の餌で、私も殺したいのかい。松本教授、ちょっと仕事があるので静かにしていてもらえませんか。香川は。松本教授がお休みになる。お連れしろ。お帰りください。カート、私は必ず軍部に報告する。君の全ての罪状、無論君は軍部から逃げる。连长，下来喝口水吧。啊，不用了，这马上就好了。以后再下雨啊，绝对不会漏水。哎呀，你个瓜娃子，他不懂事儿了。小富让你下来活水，你就下来活吧。啊，凤儿啊，以后屋头有啥子事情，我们两个就包了。啊，人家副连长那是干大事的人，哪能干这个？小凤子啊，瞧你这话说的。我们八路军不就是为老百姓干事的吗？什么大事小事的，那都得我们干。以后你再有什么忙的话，就叫我爹。我爹来不了的话，我来。瓜娃子是啥子嘞？你老号我啥子干不了啊？你这一把年纪了，那累活重活以后就交给我，你就别干了啊。田老哥，小凤啊。哟，副连长。忙着给老乡修房子呢。哼，哎，啥子话嘛，啥叫给老乡修啊？那自己屋头的事情嘛。哎，黄姐正好要找你。哦，你有事赶紧忙你的去吧。行，你有事赶紧忙你的去。那行，爹，那我们就先走了。副连长，我还烙的饼呢。没你事儿。有消息了？如你所料，孙母和加藤闹翻了。孙母在加藤的办公室里大吵大闹，一直叫嚷着回去要告加藤的状。这件事儿几乎已经传到日伪军里，满城皆知了。这人就是松本，这是我问人守了很久才得到这张照片。这是松本这些天唯一一次上街。松本和加藤是无论如何都相处不下去了，看来这最后一只兔子是要自己撞到树上来了。
我等的就是他。哎，对了，孟德才安排的怎么样了？放心，已经安全送到军统区参加学习班了。孟德才是个有文化的人，相信他在咱们部队里能够发挥更大作用。子龙，前几次行动都非常成功，这次刺杀松本，你肯定胸有成竹。说一说你的计划吧。加藤是一名职业军人，来咱们中国就是为了立军功，为了能够在家族里扬眉吐气，所以他视荣誉为生命，他是无论如何不能接受这样的惩罚。此时此刻的他，犹如一个输红脸的赌徒，而松本，就是他手上唯一的筹码。他想要翻本的话，必须利用松本引诱我出现，击毙或者是俘虏我，再顺势一起摧毁我们的根据地。只有这样，他才能够保住杨家军火库，才能保住自己的荣誉。加藤不肯放走松本，而松本又岂能心甘情愿地做这个鱼饵呢？所以两个人的矛盾就会越来越大，松本自然就会想尽一切办法去逃脱加藤的控制。这个时候咱们就再也不用自己费尽心思去突破加藤的保护了，松本会自己主动暴露在咱们的枪口之下。要想杀掉松本，只需要一颗子弹吧。咱们点面条，行，您先坐。哎，君ら自身くっついてきてなんだ。松本教授、加藤司令官のご命令であなたを保護します。加藤に帰って伝えろ。保護する必要はない、少しも必要はない。加藤、私を隣の部屋に置いて監視しようという、これは夢だ、夢だ。